前川多田は、日本の政治家、農学者、香川大学学長や香川県知事を務めた。1909年、香川県三戸玉城高瀬村で生まれる。旧西山形高校を経て、1935年に、東京帝国大学農学部を卒業。専門は、農業工学で、岩手大学教授などを務めている。1955年に、 香川大学農学部教授となり、農学部長を経て1964年に学長に就任。1961年、東京大学農学博士論文の題は、考え用貯水池の貯水能に関する研究。1974年に、社会党、共産党、民社党、公明党などの推薦を得て、香川県知事選挙に出馬。7選を目指した。 金子正則を破って初当選し、全国7番目の革新知事となる。多選回避や恒例などを理由に、参戦後の1986年に知事引退。知事としては、老人医療費の対象の2歳引き下げや国指定でない難病の医療費の無料化などを行った。豊島における産業廃棄物処理場の建設反対運動に際し、処理業者からの必死の嘆願を受けた末、 住民を説得して事業に許可を下した。処理場に反対する住民に、これでは事業者いじめだ。豊島の海は青く、空気は綺麗だが、住民の心は灰色だとの発言があり、豊島と香川県の圧力の始まりとなった。前川は、住民の訴えを住民のエゴだとして、豊島総合観光開発の廃棄物処分場を許可し、ここに以後42年間にも及ぶ。 豊島の参拝問題がスタートすることになる。2017年までに700億円以上の公費が費やされることになるが、前川はその結末を見届けることなく、肺がんによる呼吸不全のため、1988年に79歳で逝去する。自由民主党の地元代議士である。 大平正義とも関係は悪くなかったが、1978年の前川の再選出馬時に、大平が自民党本部の選挙責任者である党幹事長についていたため、太平を苦しい立場に立たせることとなる。選挙結果は、前川の当選、自民党公認、大野義則の落選となったが、このことは、当年の自民党総裁選における太平の失点となった。 博士論文書誌データベース豊島産業廃棄物、不法投棄事件その倫理学的検討のための予備考察。ありがとうございます。